腹だくさい。それは嘘くさい、怪しいなどの意味を持つ山形の方言。地域に眠る奇妙な話を求めてこの男がやってきた。うわ、すごい、はあ、俳優原田龍二。なんていうか、美しいっていうだけじゃないですね。これはすごい。もうなんか別世界ですもんね。見た目というよりも、見た目ももうかなりインパクトがあるものだと思うんですけど、もうこの場所が全然下界と空気が違うから、下界と空気が違うから、もうすでにドキドキしてますね今ね。東北屈指の観光名所、山寺の裏山にひっそりと佇む樽水遺跡。大正時代の頃までは修行をする修験者の姿があったという。スピリチュアルな奥深さというか、自分はそういう世界好きなんで、まさにここなんていうのは、まあ当然いろんなことで調べると出てくる場所ではあると思うんですけど、もう一歩山に入っただけでもう神聖な空気が漂ってるし、呼ばれたなっていう感じはしますよね。呼ばれたなっていう感じはしますよね。はい、阿部さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらが、僕がやってる YouTube 人間 TV でいつもご一緒していただいている郷馬氏の阿部義弘さんです。どうも。旅の相棒は山形出身の抜刀道家阿部義弘。自分の原動力は憤怒です。原田とは心霊系 YouTube チャンネル人間 TV で共演中。この番組に出させていただくにあたって、腹だくさいっていう言葉を初めて目にしてね、こんないい言葉が山形にあったんだと、これぴったりだなと思いますね。僕この言葉単純に好きです。少し不思議でどこか怪しい山形の腹だくさい話を聞かせておくれ。縁結びの観音様で知られる寂静寺。ここにあの世とこの世を結ぶ不思議な絵馬がある。山形といえばもう昔絵馬なんですよね、はい。まあ、僕YouTube でそういう目に見えない世界をこう探求しているので、はい、昔絵馬は知ってました、はい。ただここに来させていただいたのは初めてだし、すごい興味はあります。はい、よろしくお願いいたします。伺いまったらクジラどうぞ。あ、よろしいですか。はい、あ、じゃあ、ございます。中に入ると壁一面に絵馬がびっしり。新しいってのは最近の。最近も絵馬こういうふうに奉納されてるんですか。あの年号見ていただければ分かるんですけど、令和3年。この辺は本当ですね。令和4年です。未だにあるんですね。今に幸せそうな婚礼の様子を描いた絵馬がムカサリ絵馬。ムカサリ絵馬っていうのは、はい、この辺の方言で婚礼のことを言います。婚礼、病気、はい、あるいは事故、いろんなことで結婚をしないで亡くなった方を親族が嘆き悲しんで、でせめてあの世でいい人とということで、はあ、全部架空なんですね片方が。なるほど。死者の婚礼ムカサリ絵馬は江戸時代から村山地方に残る民間信仰の一つ。
戦後出征して帰らなかった息子を思い奉納する人が多かったという。絵の奥には悲しい物語があるのかもしれないですけど、でもこうやって絵にすることでまた生命が蘇るっていうか、そうですね、うーん、うっとこう胸に迫るものあるけど、でもこういうふうにこれ幸せなね姿だから希望を感じますよね。阿部もまたムカサリ絵馬に特別な思いを寄せていた。まあ、うちの叔父が、まあ、独身で亡くなって、で、まあ、こういう風習が山形あるものですから、ムカサリをこう1枚描いていただいて、はい、あのご供養させていただいてますね。まあ、優しい文化ですよね。不思議ですよね。ねえ。絵馬の奉納は親族が故人を偲んで描くのが基本だが、専門の絵師に依頼することもできる。県内で数少ないムカサリ絵馬師高橋千佳子さんに話を聞くことができた。そのムカサリ絵馬をお描きになるきっかけってどんな感じだったんでしょうか。私が小さい頃から家に黒い影がよくいたんですよ。三姉妹でいつもその黒い人影を見てたんです。高橋さんが27歳で結婚した時、黒い人影はこう囁いた。耳元でマナグメネって聞こえたんですよ。目が見えないって目ですね。マナグメネっていうのは見えない、うん、黒い影っていうのは見るからに男の人でこうガシッとしてたんですよ、肩幅が。でもしかしてそれ分腹なんじゃないかと、ああ成仏してないんだなってその時思ったんですね。実は高橋さんの大叔父が戦争で目を失い亡くなっていた。テレビでムカサリ絵馬のことを知って、はい、の私絵が得意だったので、うん、私が描いて供養しようと思ったんですよ。その絵馬を奉納したことによって霊が出なくなったから、もう成仏するんだと思って、忘れられなくてこの絵馬のことが、うん、その絵馬を奉納してから4年後に絵師になりたいと思いまして。31歳で絵師になった高橋さん、18年間で描いた絵馬は200枚を超える。なかなか言葉にするの難しいかもしれないんですけど、どういったお気持ちで描かれてるのかなって。自分の身内を描く気持ちで描いてます。なるほど。ご遺族の方からこういった感じでっていうふうにリクエストっていうのはあるんでしょうか。たまにあるんですけど大概はないです。じゃあもう高橋さんのセンスで。うん、そうです。依頼者の方が和装でって言ったら、あの亡くなった方にと一緒にこう相談して書くというか。亡くなった方と相談するんですか。亡くなった方と相談するんですか。相談できる人はできるんですけど、できない人はできないですけどね。そうですか、すごいですね。一つ印象に残った方がいるんですけど、はい、東京の若い女の人が亡くなったんですよ。でお母さんが、あの娘婚約中だったと、はい、婚約中だったんだけど娘は亡くなってしまったから絵馬を描いてほしいと。亡くなった娘さんの隣に架空の男性を描いて絵馬を渡すと、依頼者の母は驚きました。その相手方が婚約者とそっくりで。うわー、すごいですね。そのお話を聞いたらなおさらやはり高橋さんはもうムカサリ絵馬を描くというもう
宿命でらっしゃったのかもしれませんね。そうですね。高橋さんが本当に霊の声を聞いて書いて、うん、でインスピレーションでそのそっくりに書き上げるっていうのはこれは本当の話だと思ってて、うん、こういう方を本当菩薩と言うんですね。はあ、と思います。最後にお聞きしたいんですけど、そのムカサリ絵馬の役割ってどういうふうにお考えになってらっしゃいますか。あの霊界の仲人、霊界の仲人だと思ってます。素晴らしいですね。もう本当にその通りですね。長井市にある総宮神社、米沢藩とゆかりの深いここに摩訶不思議な木像があるという。こちらも阿部さんです。よろしくお願いします。今ここには5体の御神体や御本尊が残ってるんですが、はい、怨念がこもっているので、勢い余ってこう倒れてたり。それ宮司は見てるんですか。はいはい、見ています。はい、え、倒れて起こしてもまた倒れるんですか。そうですね、はい。どれぐらいの頻度で。ですね、年に 2,3 回の頻度で倒れてますね。年に 2,3 回の頻度で倒れてますね。怨念がこもった倒れる木像とは。二人は神社の宝物室へ。うわー、すごいですね。ここはまあ平安時代から続く宝物の一部を展示させていただいているところです。はい、まあ、大きな絵馬があったり、あとこちら鬼瓦ですね。本殿作り変えるたびに両胸で守っている鬼瓦を交換してきたんです。宝物室の一番奥にそれはあった。じゃあちょっと近寄って見てみましょうか。ではいいよ、どうぞ近くで見てください。これが五体の御神像と御本尊ですね。これ宮司、この中のどれが動くんですか。はい、よく転ぶのがやっぱこの御神体ですね。はい、え、倒れるってことはこのガラスケースにドンと倒れるわけないじゃないですか。はい、ここもしっかりしてるし、その木造自体も多分下 真っ平らだと思いますよ。室町時代に彫られたという五体の木造、最も土台がしっかりして見えるこの御神体が決まった倒れるのだという。時々前に置いてるあと、はい、仏様も道連れにこう倒れたりしますね。やっぱり安倍さん、なんかビビッとくるものありますか。こちらも、うん、やっぱりこう、ね、一番右の、うん、一番右ですよ ね、が、うん、しかも間違いなく生きてる方をモデルに目の前に置いて彫ってるなという感じがして、うん、初めて倒れてるの見たことを今でも覚えてるんですけど、やっぱりなんでっていう、最初は理由が分からずで、その後にやっぱり飽食していく中で、さまざまなこの五体の神道仏像には伝説があるんだという裏付けを知ることになって、でそれからもやっぱり向きが変わったり倒れてたり、倒れる木像に秘められた伝説、それは今から400年以上前に遡る。慶長出羽合戦、1600年に上杉軍が最上領内に侵攻、北の関ヶ原といわれた長谷道場の戦いは今も語り継がれている。木造の伝説は絵には描かれなかったもう一つの激戦地に残されていた。よろしくお願いします。畑屋城ガイドの会の村山と申します。よろしくどうかお願いいたします。いろいろご案内よろしくお願いいたします。そちらに畑屋城跡って書いてあったんですけど、はい、ここはもう山城だったんでしょうか。はい、
ここ全部が山城ですね。はい。一山山城です。はい。そうですか。じゃかなり大きいですね。そうですね。まさにあの慶長出羽合戦の主戦場だったわけですね。はい、山のですね、はい、向こうは上杉用なわけですね。ですからもうそこの山からなだれ込んできたわけですね。上杉軍が。最上軍の大将最上義明は幡屋城主江口昭清に撤退を命じたが、彼はそれを断り一命を捨てる覚悟で戦った。上杉軍の大将は直江兼続です。兼続が率いる2万の大軍が押し寄せてくるわけですけども、はい、この江口五兵衛昭清は300とか500の兵で立てこもったと言われています。撫で切りにしろという命令で皆殺しに遭います。で結果的に直江兼続は自分の家臣に500余りの首を取ったと、はい、慶長出羽合戦における悲劇の城が江口昭清の幡屋城だった。家来の家族まで皆殺しだったと伝えられている、はい、江口昭清が本陣を敷いた立山の山頂へ。あ、涼しい。涼しいですね。昔あの林があんな高くない時代に山形城の北の端が見えたそうです。今の柏城公園の北側が見えたそうです。幡屋は最上領の防波堤だった。領民の命だけでなく、兼続がここから奪ったものがある。勝った人間が敗者のそういったものを 取ってっていう行為が、はいはい、まあ、その当時は常識だった、ね、いわゆる戦利品とやつですね。はい、そうです。それが現代に残されているとしたら、はい、古いものっていうよりもいろんな思い、そうですね、ただの骨董品ってわけではないですよね。ですよね。それが残されている場所があるんですか。あの総宮神社にその三島神社から持っていかれた御神体が残されていると、はい、三島神社から持っていかれた御神体が残されていると。総宮神社にある倒れる木像は幡屋で戦火を浴びた三島神社の御神体だった。 2,3 日前から向きが変わってるんですよ。ちょっとこっち向いてますね。そうです、そうです。動きが変わってるんですよね。こっち向いてるってことですか。はい、幡屋の方に向きを変えてるんですよね。幡屋の方に向きを変えてるんですよね。村を守ってきた御神体が、まあ、故郷を離れて暴挙の念やその当時の戦の様々を思って向きを変えていくということなので。昭和53年に発刊された本には幡屋の古老の公碑が記されている。幡屋衆の怨念がこもったこの本尊は苗ったて幡屋の宝刺すか無金。宮司のご厚意で木像をモニタリングさせてもらった。自分はですね、正直に感じたことっていうのは助けに行こうとしてるんじゃないかなと思いました。その思いで動いてる、動いてるという、帰りたいっていうよりも助けに行きたいっていうふうに思ってると思います、うん、でももし自分がその宮司のように朝こちらにいらっしゃってあの部屋に行ってあの木像が倒れてたらびっくりしますね。そうですね。今まで何回ご覧になったんですか。数えきれない、ね、数えきれないぐらいですか。年に2回3回とおっしゃってますもんね、はい、霊感が鋭い阿部にもう一度ご神体を確認してもらった。あくまで僕の印象なんですが動いたというのが一番右だそうですね。見てるとみずみずしいというか500年前のものには見えない感じがします。そうですね、生きてるんでしょうね。劣化してない
感じがするっていうのをおっしゃってますよね。生きてるからこそっていう、まあ、今ずっと安倍さんの声聞こえて聞いてましたけど、はい、いかがでしたか。本当にストレスが吸い込まれていくような不思議な感じでした。居心地がいい。あ、居心地大変いいですよ、うんうん、怖くないんですね、うん、そのいるということに対して、うんうん、大変貴重な経験だったと思います、うん、安倍の見解ではわがまがしさは感じないという。ではなぜ木像は動くのか。これ当初より絶対向こう向いてませんか。やっぱり向こうに向いてる気がしてしょうがないな。不思議ですね。不思議ね。先ほど宮司様もおっしゃってたように、朝初めてここにご挨拶に来た時にもう倒れてる。要するに見てる時には絶対にそういうアクションを起こさないっていうところが奥ゆかしさっていうか、うん、見てない時に動くことで、それこそ自体がもうメッセージっていうことだと思うんですよね。あのね、手にしたくなるっていう、あ、うん、こう手にしたく、手にしたらどういう気持ちになるのかなっていうのを想像しながらいたんですけどね。気づいたのは、今までその史実で伝えられてきたその古文書やそういったものというのは、はい、やられてしまった側、その最上軍側の畑井側の言い分なんですね、うん、怨念込められてる、みんななで切りされて大変になっちゃった、その事実だけが伝えられていたんですが、兼続がここに持ってきた理由とかを考えて、してしまった惨劇を戒めることもあったろうし、ここに持ってきてその畑井を守ってくださいみたいなところもあって、こうおどろおどろしてない気持ちが逆にこう綺麗になるような感じがするなという感じを受けましたね。畑井を愛してきた方たちの思いがもう込められてるのかもしれないですね、一心にあの木造の中に。それだったら動いてしまうのは何の不思議でもないですね。動いてしまうのは何の不思議でもないですね、うん、昔から神社への願い事は人に見られないように行うのが良しとされている。だからあの御神体も畑屋を思い人目を避けて動くのだろう。神様に会ったような気しました俺。そうですね、うん、土砂降りの雨の中、原田は何かを嗅ぎつけていた。今からこちらのお寺の中に不思議な骨がある、はい、この天候も実は今安倍さんと話してたんですが、これ迎えられてる恵みの雨なんじゃないかな、縁起がいいんじゃないかなっていう話をしたんですよ。縁起がいいんじゃないかな、ちょっと腹だくさいなっていう風な感じがしますもんね。土砂降りの雨を縁起がいい、そして不思議な骨とは。あ、おはようございます。三河町にある光禅寺。まず目にしたのは、まずこちらの方に五福の地獄へ、地獄を陶芸したものが五福がありますね。一番上のところに舌を抜いてあるのがあれ見えますよね。だからちっちゃい時にいいか、嘘をつくとあのように舌を抜かれるんだよって言われて育ったような、はい、住職がお子さんの頃からこれあったんですか。お盆を挟んで、はい、こちらのお寺ではこういうものをお飾りして皆さんに、まあ、地獄への、まあ、戒めと言いますかね、はい、そして12年に一度ご開帰される不思議な骨を特別に見せてもらった。わ、すごい。
これですか。はい。何ですかこれ。すごいですね。もうなんていうか、まあ、変な話、何の骨でもいいやっていう、何の骨でもいいやっていう。ある意味腹だくさいけど、その腹だくさいっていう言葉もなんか超越するような存在感がありますよね。間違いなく生きてた生き物の骨ですね、うん、骨って気持ち悪いじゃないですか、標本でも、はい、一切感じないです。感じないですね。本当神秘的ですね、うん、いや不謹慎かもしれないですけど、こうしゃぶってみたい、体感したくなるような。これ住職、触った方とかいらっしゃらないですか、はい、今まで。まあもちろん私は触ってますけれどね。これは何の骨と言われているものなんでしょうか。こちらでは、はい、あの龍蛇頭骨大明神という形でお祭りしてるんですけれども、はい、一般的にはレコ土の骨、土の子の骨と言われるように。土の子は日本を代表する未確認動物として知られ、光禅寺の骨も土の子の存在を裏付けるものとして憶測を呼んできた。あの尻尾なんじゃないかなと思ったんですよ、竜の、竜の尻尾。でも蛇だとしたらこの部分ってなくないですか。そこは僕ちょっと不思議だなと思って、うん、でも知識もないですけど、蛇だと一本だもんね、竜のようなすごい大きな、うん、まあ、オロチですよね、大事ですよね、うん、普通の、まあ、野生動物とか骨の付き方と全然違うんだよ ね、 ね。ここに安置されたのは今から83年前のこと。まあ言われと言いますかね、はい、それはあの今で言う鶴岡市で小金村の中橋というところの、はい、さんっていう方が、あの蚕の餌となる桑の葉をあの摘みに行った時に、そこから、まあ、奇妙なる骨を、はい、あの見つけられて自分の家に持ち帰ったんですね、はい、すると持ち主の家に矜持が続いた。当時の不幸を察すると、流行り病ですとか、それからちっちゃいうちにお子さんを亡くされたとか、それで光禅寺なるものに奉納して手厚く住職から供養していただいた方がよろしかろうという助言をいただいて、こちらに奉納された。災いをもたらした呪いの骨。明治時代に発見された骨は昭和14年光禅寺で手厚く供養され、水を司る龍神として奉納された。一番最初に土の子が納められた時の箱、はい、先々代の 手作りの箱ですね、はい、わーすごい、わー、あの骨がここにあって、そうそうそう、くるまってで、ここの中に、ちょうど雷ですねさあ、素晴らしいで、その言われが、先ほど私が申し上げた言われがこの箱の中に書いてある。本当だ。古くから寺や神社には竜や蛇の伝説が残っている。江戸時代からある光禅寺の宝珠殿には
こんな言い伝えが。宝珠なるものを見つけられたのがここのお寺の11代目の住職さんで、はい、伝え聞いてるのが、はい、夢枕に龍女が現れて、白い龍、白蛇が抱いている光り輝くようなものがあるから、はい、それを手厚く供養してお祭りしなさい。その11代目のご住職が、龍の宝珠を授けられて、で今度時代が下って16代目のご住職が龍の骨を今度お受け取りになると。だから人間ってすぐ結果を俺求める生き物だと思うんです。今日明日ってじゃなくて、神様の世界、仏様の世界っていうのはもう何十年にもわたって、何世代にもわたってやっと一つの物語が完成するということなので、やっぱあんまり早急に結果を求めるんではなくて、そうですね、今良くても油断しないみたいなの心構えをこうお伝えしてくれてるのかなと思って。ツチノコは1970年代に探検隊が組織され、懸賞金がつくなど一大ブームとなった。光前寺にもよく取材依頼があったという。あるテレビ局さんから白黒をつけるので、骨のある一部分を削らせてもらって、調べて科学的にはっきりすることよりも、自分たちがこれはこうなんだとする気持ちの方が、決めつける必要ないということですね。この骨が何であろうと龍の頭が入っているっていうのは俺は間違いないと思ってて、それが DNA みたいなしたらご遺灰だって木じゃないですか。そうですね、でもただの木ですから、ご遺族で、ご子孫の方にしてみたらおじいちゃんおばあちゃんだったりするわけですから。そうですね、だってそもそも災いをもたらすと言われてたものがこういうふうに光前寺に預けられたことで、皆さんのご信仰の対象になるっていうこと自体がもう今安倍さんが言った芯が入ってるっていうことなんじゃないかなって思いますよね。行く先々で何かしら龍の言われがあるところに結構僕導かれるんですよね。これが龍の骨であろうが土の子の骨であろうが、もうそれを超越したものがある、超越した存在感だなと思いました。それは人々の信仰心とかかもしれないし、何せロマンがある、腹だくさいっていう言葉をもう乗り越える何か強烈なエネルギーがあるような気がしますね。一心不乱に念仏を唱えながら湯に浸かる人々。かつて神の湯と言われた秘湯が山形にあった。戸沢村角川地区、秘湯の全貌を知る男性が早坂秀夫さん80歳。あ、ひっそりと、そうですね、佇んで。今熊野神社は724年に創建された最上で最も古い神社の一つ。これはどういう絵なんですか、早坂さん。これ山岳信仰のやつで、修験者ですか。修験者。じゃあそこで一回こういう儀式があって、そっか、だから白装束なんだ。赤い顔していらっしゃるのは天狗さんで案内してる。あ、天狗なんだ。この辺りのどこかに秘湯があるっていうふうに伺ったんですけど、今上温泉です。今上温泉、今神、今の神様、神の湯なんです。神の湯なんです。神の湯、神の湯。神社は出羽三山の月山へ統廃する入り口。秘湯はこの山のどこかにある。聞けば早坂さんは今上温泉で働いていたという。彼の案内で今熊山の中へ。
温泉行くのにこんなワクワクすることあまりないですどんなとこなんだろう。今熊野神社から15分ほど車を走らせた山あいに神の湯はある。ああ見えてきましたよ、はい、あ今上温泉って、はい、あ書いてますね、看板あります、はい、今上温泉、うん、かでもすごいでしょこれ、ロケーションすごいですね、こんな山奥に信じらんないここ念仏温泉って、あ念仏温泉って書いてますね、念仏温泉って書いてありますよ、そうです、神様の湯、ねえ、当時病気療養専門温泉って書いてある、専門だもの、体の悪くない人は入れなかった、なるほど、うん、今はどうなってるんですかここ、今は営業は今やってません、今は当時の建物の遺構が残るばかり、うわあ、ここですか。これ浴槽です。ほう、広いですね。すごい水量ですね。ねえ。すごいお湯の量。すごいですよ。すごい量ですか。本当そうですね。人肌ですね。本当に。これ飲めるということなんで飲んでもいいんですかね。あ、大丈夫ですよ。ね、ちょっと飲んでみよう。いただきます。あ、甘いですね。甘いですよ。甘いですね。甘いですよ。匂いはないですね。で、透明ですよね。初めて味わう味ですね。美味しい。この源泉が今上温泉の神秘的な歴史を紡いできた。開湯は麓の今熊野神社と同じ年、温泉もまた霊場の一つだった。営業期間は6月から9月と短かったが、最盛期には6棟の建屋が並ぶほど大いに賑わった。ここにもじゃあ当時は建物があって、あの建物からこの建物に入り、さらにここにもふっとこう入れるっていう、外に出ないで入れたんですね。そうです。最大何人、何名ぐらいの方が泊まってたんですか。私お手伝い来た時で150、60人いました。そんなに。うん。一回で入れやすい。あ、交代交代で。交代交代で。はあ。150はすごい。現在は使われていない建屋の中を特別に見せてもらった。食堂です。ちょっとここに泊まられてた方たちがご飯を食べるところですね。そうです、あの一番多い時なんかは、はい、1回で食事できないんですから、2回とか3回に分けて。はあ。ここに写真があります。その当時の入浴されてる時の。で、普通のその温泉と違うのが、あの垂れ幕というか、そこに大権現って書いてますね。そうですね、今熊の三社大権現と書いてますね。ね、ね、まあ、入浴し施設というだけじゃなくて、まあ、祈願所だったということがお伺い知れます ね、 ね、皆さんどっか体が弱い方がここに来ておったわけですよね、はい、うん。当時客は阿弥陀、薬師、観音菩薩の三尊に体が良くなるよう一心に祈りを捧げながら、1日およそ8時間から10時間湯に浸かったという。お湯を飲んで、はい、こう体の悪いところ全部出すわけですよね。なるほど。1週間ぐらいするとあの汗もみたいなやつが体全体に出るんですよ。はあ、週間まず表面化するんだ。うん、これ全部悪いものが。若い人でも何でも。だ最低1ヶ月ぐらいはいないと治らないです。うん、
今上温泉が営業していた頃の貴重な映像がテレビユー山形に残されていた。お建物ありますね、やっぱり、うん、あ、この中、この下が温泉ですね、この建物の中が。奥です。あ、建物がこうなってたんですね、さっきの。うわー、こういうことか。北海道、新潟、宮城。ですね、埼玉、神奈川、秋田。精進料理が。一応これ精進料理ですので。あ、ここですね。それが今ここだ。そうですね。あ、広いですね。こうやって見ると。あ、広いですよ。ねえ。皆さんどちらからですか。私は東京です。東京。千葉です。千葉か。温泉の数、星の数多くて、ね、そうですね。山奥のわざわざ、こう、がんだったからね、うん、がんにいいとこって探したんですよ。がん、がん患者の方ですか、要するに健康な方っていうのはいらっしゃらなかったんですか。いや、ほとんど健康な方は癖もお断りなんですよ。なるほど、はい、なるほど、もう元気が弱ったら帰りなさいって。へー。40代の頃ここで働いていた早坂さんは難病から救われた人の姿をその目で見てきた。白血病で治った子。あ、そうですか。ちょうど私いた時、6歳ぐらいの時、白血病で。あ、そんなお子さんも。お子さん今は40代で。あ、そうですか。うん、あ、じゃあ元気になられて。元気になられて。わあ、すごいですね。だから皆さんご病気抱えてくるってことは本当にもう薬も効かない、医者にも見放されてるとなると、もう藁をもつかむつもりで来られて、何日もね滞在して、念仏を唱えて、ね、こんな山深いところで、ね、すごい場所ですね。自然の恵みにすがり、人々の祈りを宿した霊湯はいつの頃からか神の湯と呼ばれるようになった。原田は湯に浸かる清掃、白装束をまとい入浴することを許された。灯明をあげた浴場では阿部が山の神に祈りを捧げる。じゃあ、いただきます。あー、でもね、いいお湯だ。これいつまでも入ってられる温度だからいいんでしょうね。今でこそこう建物がないですけど、建物の中で念仏をこう唱えながら、ね、男女分け隔てなく同じようなご病気をね抱えた方と一緒に入るっていうのを想像すると、医学でも治らないものをこの霊湯の力を信じて何とか病を治そうという方たちの思い、温泉って不思議な力を持ってるなと思いますね。山々の緑を映した神の湯は自然に帰ろうとしているように見えた。
山形に古くから伝わる風習習わし言い伝え、今の我々の考え方からするとそんなことないよとかね、一見思うんだけど、実はその裏側には先人たちの体験に基づくものがあって、そこを知らないから裏っ面だけでそれは腹立ちたいんじゃないかなっていうところで終わっちゃうんだけど、実はその裏っ側にはきちっとしたものが代々受け継がれてあるっていうことが今回確認できたような気がしますよね。それに触れることでますますこう山形に興味が湧くし、もっと山形を知りたいなっていう気持ちになりますよね。